1日でさ、マッドメイドアピール集っていう動画を作るかな。完全に俺の死人情報ミスなのに、俺切るんだって思ったよね。まあでも切らないとごちゃらないか。あら、やった。うふふ。エンジンルームですよ。俺は服はしよう。ほら、今回停電は開けた覚えがないって言ってたのか。そう、開けた覚えがない。そのタイミングでクロムと僕が武器庫の上に多分一緒にいるタイミングがあって、で僕その時に扉開けて右に抜けてるんですよ。部屋3に入れます。その時に死体がないんですね。うーん、ちょっともう一回喋らせてほしいな。もう一回しゃ、あーどうしよう。ゲンさん、夢ゲンさん、コメサボ行ってほしい。ゲン取りたい方はボタン押してください。左行きます。ごめんなさい、右行きます。左行きます。はたそこに入れます。多分それしか組み合わせないかな、実践で。うん、自動票するでしょう。惜しかった。小西さん、小西さん、小西さんは自動票してる。小西さん、小西さん固まってましたね、今最後。ごめんねー、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 ここにいたら白出ちゃうって思って。素晴らしい。鬼のボタンだった今の。素晴らしいね。いい切れですよ、あのボタンね。いや、惜しかった。よしよしよし。初手ガン詰まりして2人浮きまくった挙句には割といい試合。でもクロムシリフじゃなかったらインポサーが勝ってた可能性もクロムがね、クロムにヌルキルをしたんで、クロムがシリフ出てきたのめちゃくちゃきつかったですね、あれは。申し訳ない。そうだね。申し訳ない。なんだちょっと俺が困るわ。めちゃいい位置から出てきたらこれだと思って。俺シェリフ対抗とかでよかったのかな。いや、飛び込んでも無理か。難しかったな。繋がれても繋がれてんけどな。うん。OK、リベンジ。いいところにタスク出ろよ。怪しい。ごめんごめん、梅剣って歴いつからいたの、ね、ずっとってのは語弊があるかもしれないけど、ハイブリさんがメインから左に行ったじゃないですか。で、僕とすれ違ったじゃないですか。すれ違った。その後エレキ降りてますね。じゃあ全然、全然、だいつあのなんかね、梅剣の言ってることは、おかしいけど合ってるよ。うん。エレキには言ってる。停電、停電後。停電後です。え、ごめん、梅健さん、エレキ内でどういうタスクやったか言えます？ガチャガチャやってました、今。おお、じゃあ、ジンガじゃない、梅健は。うん、高田さん目線、ジンガになるような気がします。原ピカクロス、高田がエレキです、うん。ですね。え、今、全員います？全員は、最初はいないけど、最後の最後はバイタルに俺とピカクロス、ゲンさんはエレキにいる状態だけど。ヒゲのペットが最後見えたんで5番ぐらいで、ただそれが梅剣さんだとは思うんですけど。あ、僕はそこすれ違ってエレキに降りて、ガチャガチャをやって、今最後6番とこにピカさんがバイタルから来るのを見てるって感じです。あ、そうなの。はい。はい、だろう。あれ、ごめんなさい、梅健さんってシャワー行ってないんですよね。え、僕行ってないですよ。あ、じゃあ、やっぱり人外だと思ってて、宿舎前通路で結構前に見てて、
宿舎前通路のとこで見てて、その後エンジンルーム左には絶対行ってないじゃないですか。扉閉まってたんで絶対行ってなくて、その後メインからエレキ行っててガシャガシャしてたんだったら合わないわけないです。うん、メインですれ違うってことはなさそう。うん、藤宮さん見てないなら、クの先出ない藤宮畑そこなんじゃない？いや俺本当に嘘ついてないです。あ、僕って天網で点で直してますよ。俺の対抗じゃあ梅健くんとクロムくん。え、僕間違いなく自分で白出せて。いやそれは自分で出せるやろ。梅健さん入れます。いやマジでやばいやばいやばい。これ負けたらどうだろう。いいこれは。右行きます。俺は終わりよ。やばいやばい。アイハイブリさんかなと思ってた。配置。うん？コミ誰か。誰か右。誰かボタンも。俺からか。私マット否定した方がいい。だったら小梅さんは直しに行くけど、どうします？ああ、てかボタン誰のこと言うんだ？ボタンないっすよ。ないっすよ。畑迫さんはあるらしいけど。僕あります。原さんあるんですか？いや、それダメじゃん。ダメじゃん。おお。なんだ、原さんじゃないの？これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンあるんじゃないか？マット？マットもしかして。マットっぽい。よしよしよし。ボタンがないぞ。思ったよりメイヤさんが疑われてます。高田さん死んでる。よし。よし。ボタンありそうだと死んでる。よる。来た。え、ゲンさんボタン歩いてなかった？わかんない。じゃあゲンさんボタン押してる。押してる？ボタンないよね。じゃあ。一応クパ押してる。ないって言ってたね。来た。頑張れ。一応4人番目や。死ねない。ワンチャンタスクがあるから一応終わらせるか。普通にタスク。1個残ってたかな。やめてみんなやめて。マジで本当にやめて。絶対やりますよ。いやむしろもう喋って談笑してたわ。え、うん。畑坂君どっち？イビル？インポスター？ね、インポスターっすね。うん。畑坂君頑張れ。いや黒かクロム頑張れ。60秒待ちでも。黒かクロム頑張れ。よし頑張れ。30秒。あれ。30秒止まってみんな。直したらあれだな。ヌームオッケー。ヌームも一応オッケー。直してもいいかまあ、これは。うん。直したら来なくなるから。うん、ただ宿舎で死んでるから。アントさんが来た。30秒。止まれ。これでも上がってるポートだな。あれ、佐藤さんどこ行ったの？あ。お。ナイス。考える必要ないな。ごめんなさい。いやー、佐藤さん白で置いたの失敗したな。申し訳ねえ。ボタンがなかった時に結構苦しくなっちゃうから。一回間違えちゃったな。死ぬ気で嗅覚と研ぎ澄ましました。4、3になって、あれ？いや、惜しい。惜しい。ごめん。申し訳ない。素晴らしい。何秒やった？あと。あ、いや、10秒ぐらいですかね。まあ、あじゃあ結構あるか。ナイス。人数ちゃんと把握できなかった、今。ああ、なるほど。1キルできると思ったから切っちゃったんですけど。ああ、なるほどね。道連れ発生で3人盤面キルしてれば終わりってな、頭でなっちゃって。ああ、クローム残りだったらボタン押してバトった方がよかったな。ちなみに、なんで1キルか。クローム釣りたかったな。マットメイトマジで頑張る。めっちゃ楽しいんやけど俺は正直。トイレ掃除あら30秒経ったのか今。はい。見てないですね。ワーアーカイブ。あら。なしですか。ハイブリさんどうぞ。はじめゲンさんとハイブリさん、シャワー行きましたよね。うん、行った。
どうぞ、新情報。あと、でもアーカイブに残してったよ。うん、っていう、どこまで最後の情報一応多分最初、ごめん、全然、コミサボ前に置いてってる。アーカイブでダウンロードだけして、シャワー戻って、最後セキュリティで俺アップロードしてるから、うん、もうすっげえ初期だよ、それ。むしろ最近の死人が出るんかなって思ってたから、っていう感じ。脇はあのメインからシャワーアーカイブです。はい。そうです。メインに初めそのお二人が右行くのを見てるので、はい。うん、コミュサボ前。あ、コミュサボ前そういうことか。ごめんなさい。コミュサボ起きる前ってことね。はいはいはい、コミュサボ前。うん、そう。俺はアーカイブでダウンロードだけやってから戻って、今アップロードしてるんで。はいはい。まあ、ハイブリさんが席に来てるのは僕見てます。うん、梅健が見てくれてる。あ、そうなんだ。エレキからメインに上がったところです。最後ら辺でメイン。あ、さんのルートはどういうルートだったんですか。梅健さんとか、うん。私はこのエンジンから入ってコミューサボで確認してコックピット。うち、ん、ピカさんはやれないと思いますよ。メイヤがオラフ君を今切りました。ああ。僕じゃないので多分高田さんだと思います。そしたらどこっすか、高田さん場所。シャワーの入ったとこかな。メイン側から入ってすぐのとこ。オラフ君とセキュエタスクをしてたんですよ、テープタスクを。でエレキ、メイン、シャワー、アーカイブ、リフト右にしたら梅健さんと高田さんがいて、シャワーメインって言ったらエレキから来るオラフ君を最後、高田さんもエレキまで行ってますよね。僕エレキ、あたさこさんぐらいじゃないかな、ぐらいかな、うん、多分メアハタっぽい。いや、そのハタサコメアが来るだったらハタサコか、うん、俺か、はいはいはい、まあ、とりあえずロラまでお願いします。一番キル濃度と高いからここを落とすのが正解かなってぐらい。あ、そうね、うん、どっちからと思ったら高田さん釣りか畑さん、あ、源さんの方でってことですか。うん、いや、藤宮さん、え、いや、その時は畑さん君宿舎前でやりますね。あ、そうだっけ、ごめん、なんか間違えてるわ。うん、それは違うよ、ごめん、なんか勘違いしてる私も、ごめんなさい。うん、宿舎で源さんになんか動き多いですねみたいな指摘が入りましたよ。源さんキルじゃない、源さんキルの方じゃない。はい、高田さん経路上で死人、オラフ君キル高田さんがやったとして 1,2 キル目に関与しない、高田さんが関与しない場合の相方がどこだ。あ、もう大丈夫ですよ。経路上に絶対いる。あ、でもマット生きてる。マット誰と。もう時計さん、ゲンさんのこと覚えとくなや。全然格好好きやったわ。ナイスファイト、ナイスファイト。リベンジだったんだ。あー、なるほどね、ここだったんだ。はたさこ引くね。全く一緒でしょこれ多分。同じだね。あ、そうなの。あ、そうそう。俺も3連続さん、メイヤさんで。俺も3連続はたさこにアピールしてるよ。そろそろ嘘だろって思い始めます。ほんまな。いや、俺も出てくるたび嘘だろって思ってる、はたさこが。